皆さんこんにちは。多くの人が動物は本能のみで生きていると言いますが、これは本当でしょうか？今回の動画では、長年漁師をしてきた老人が語ったとても興味深いお話をご紹介します。中央アジアではその冬は特に寒く、ひどい冷え込みが何日も続いていました。森の奥深くに住む寒さに強いユキヒョウですら、巣穴を離れるのは狩りの必要に迫られた時だけでした。ユキヒョウはもともと孤独を愛する動物です。彼も静かな森の中で、特に何もないひっそりとした場所にねぐらを作りました。その朝、すべてはいつも通りでした。彼はいつものようにゆったりと巣穴から外に出ました。しかし、足をピタリと止め、注意深く周囲を見回し、耳を澄ませました。ユキヒョウは食物連鎖のトップに立つ動物で、恐れるべき相手はいません。唯一、雪山の王であるユキヒョウを傷つける可能性がある存在は人間だけです。ユキヒョウの黄色い目に緊張が走りました。大きな頭を左右にゆっくりと動かします。どこか近くに鹿がいます。大きな獲物を仕留めることができれば、その後何日も狩りをせずに済みます。太く大きく柔らかな足で雪を踏んで、静かに獲物に近づきます。小枝を踏もうと一つ立てません。また豊かな毛皮の色は完全に雪山や岩場に溶け込み、獲物からはほとんど見えません。とうとう鹿が見えてきました。立派な角を持つ大きなオスが、危険の接近にも気づかず、木の幹についた苔の塊を静かに噛んでいます。ユキヒョウは一気に飛びかかり、わずか一撃で鹿を仕留めてしまいました。ユキヒョウは食事に取りかかろうとして、突然動きを止めました。すすり泣きのような奇妙な動物の声が聞こえたのです。その声には絶望と恐怖が混ざり合ったような苦しみと痛みが感じられました。捕食動物は恐怖というものを敏感に感じ取ります。ユキヒョウは自分の獲物を横取りされないよう、念のため警告の声を上げ、すすり泣く声のする方に向かいました。ユキヒョウは茂みの中で若いメスオオカミを見つけました。オオカミが呼吸していないことはすぐに分かりました。その後すぐに嫌な敵の匂いを察知し、ユキヒョウは少し驚き困惑しました。それまで人間が森のこれほど奥にまで来たことはありませんでした。捕食動物であっても、ほとんどの野生動物は意味なく他の動物を傷つけることはしません。その時、突如死んだメスオオカミの体がピクリと動くのが見えました。ユキヒョウは慌てて振り返り身構えました。メスオオカミの下から小さなオオカミの子が這い出してきたのです。オオカミの子はすがるような哀れな小さな目で、ほんの数歩の距離にいる大きなユキヒョウをまっすぐに見ました。森の法則は皆さんもご存知の通り、弱肉強食です。ユキヒョウは静かにその場を立ち去ろうとしました。しかし背後で再びあのすすり泣くような鳴き声が聞こえ、思わずユキヒョウは振り返ります。あの小さな命は必死に彼の後を追い、彼がひょいと飛び越えた枝を乗り越えようと懸命になっていました。ユキヒョウは呆れ、赤ちゃんオオカミがついてこられないように歩くスピードを速めました。ユキヒョウは仕留めた鹿をくわえ巣穴に戻りました。食事にかかろうとした瞬間、ピタリと止まりました。あのオオカミの子が巣穴の入り口で震えています。中には入ろうとせず、外からユキヒョウを見て静かにクンクンと鳴いていたのです。ユキヒョウは立ち上がり、オオカミの子の首筋をくわえ巣穴の中に運び、鹿の肉の前に下ろしました。ユキヒョウは鹿の体から肉片をかじり取り、オオカミの子に食べさせました。お腹いっぱいに食べると、オオカミの子はすやすやと眠り始めました。ユキヒョウは汚れがすっかり落ちるまで
長い時間をかけて狼の子の体を優しく舐めてやりました。小さな狼の子と大きな雪氷は並んで深い眠りにつきました。こうして狼の子は家族を見つけたのです。雪氷のおかげで狼の子はその後、空腹と恐怖を感じることなく過ごせました。いつの間にか2匹は互いの存在になれ、一緒に過ごすことを心地よく感じるようになりました。雪氷は未知の感情に戸惑いつつも、狼の子に狩猟と生存に必要なスキルを教えました。もちろん生まれながらの捕食者である狼の子は教えられたことをよく吸収しました。やがてこの珍しい親子はしばしば一緒に森を歩き、一緒に狩りをするようになりました。狼の子はやがて立派な狼に成長しましたが、雪氷を敬うことを忘れることはありませんでした。狼はたまに一匹で遠出をするようになりましたが、必ずしばらくすると戻ってきました。やがて年月が過ぎ、雪氷は年老いてきました。ある晩秋の朝、初雪が山全体を真っ白に覆いました。狩りの腕の落ちた雪氷はいつもより遠くまで足を伸ばすことにしました。途中で人間たちの声が聞こえ、後ろから雪氷を追い始めました。猟犬が駆け出したので雪氷も走りました。必死で走りましたが、後ろで銃弾の音が響き、雪氷は足に鋭い痛みを感じました。雪氷はどさりと雪の上に崩れ落ちました。猟犬たちが雪氷に襲いかかろうとした時、どこからともなく怒りに燃えた狼が姿を現し、猟犬たちを次々となぎ倒しました。猟師たちは猟犬に弾が当たるのを恐れ、撃つことをためらいました。猟師たちは諦めて猟犬を連れてその場を去りました。狼は雪氷の首筋をくわえて巣穴に運びました。慎重にゆっくりと歩きましたが、それでも凍った枝や岩で雪氷の体に傷をつけずに運ぶことはできませんでした。何日も経ったある日、雪氷がぼんやりと目を覚ましました。目を開けるとそこには狼がしっかりと体を押し当て自分を温めてくれていました。狼は雪氷の足の傷口を優しく舐めています。そして傷口からはもう血は流れていませんでした。巣穴の隅には新鮮な肉の塊が置かれていました。狼はかつて命を救い育ての親になってくれた雪氷に恩返しをしたのです。雪氷は狩りをすることができなくなりました。銃弾に撃たれた足は感知することなく、常にびっこで歩くようになりました。しかしそれでも空腹に苦しむことはありませんでした。狼が常に新鮮な食べ物を運んでくれたのです。その後長い間、年老いたビッコの雪氷と大きな狼が連れ立って歩く姿を多くのハンターが山で目撃したそうです。年老いた雪氷はこの狼を誇りに感じていたことでしょう。彼が育てた狼は強く狩りのうまい立派なハンターに成長していたのです。さて今回はここまでです。このビデオが気に入ったらいいねを押してぜひシェアしてください。ではまたお会いしましょう。